はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、バランス調整が来ました。なんとキャラバランスダーンと。でね、調整がマジで神調整なんですよ。でね、今回ね、この調整について話していきたいなと思うんですが、めちゃめちゃ素晴らしい内容ですね。まずアーチャー、チビフォアに有利、与えるダメージが増加し受けるダメージが減少、まあ、やっときましたね。そしてサイクロンで引き寄せられにくくなるように調整。なんでアビアーチャーがチビフォアをぶっ倒せるって感じですね。さらにネズミ剣士に与えるダメージが増加、さらに恨み対象になりやすく、つまりアーチャーで遠距離からネズミ剣士を殴ってあげれば、ネズミ剣士がアーチャーを恨み、前線のキャラは恨み切りはされないといった感じですね。かなり、いい調整。さらにアビリティ1のね、攻撃力上昇率情報修正、まあ、で矢力1の攻撃力上昇率の情報修正に伴いアビニはちょっと下げると、まあ、要は裏引きした時によりね、攻撃力上がりますよと。サブリーダーの時と裏引きの時は変わりませんよと言った具合ですかね。あ、サブリーダーの時は変わらないよと、前と。ただ裏引きの時は前と比べれば変わるよと。なんでアビーチつける意味が出てきたのかなと。そして次、魔法使い、ネズミ剣士の恨み対象になりやすく、もう完全に魔法とアーチャーでネズミのタゲを取って前線で倒してくださいって運営が言ってますね。はい、これもね、素晴らしい調整なんで、魔法使いとかアーチャーが必ずしも、必ず今まで補欠にいましたけど、絶対に補欠にいる必要があるキャラではなくなったのかなと思います。選出してもいいのかなといった具合ですね。はい、で次、騎馬兵。今までね、騎馬兵アビニに、パワーアップ性能があったんですよ。攻防 HP が大きくアップだったかな。そう、それがですね、あったんですけど、アビ1にもそれを追加されました。なんでアビ1をつけるだけでも騎馬兵はああ、なるほどね。要はアビニで大きくアップだったのを普通のアップに変えた。なので裏引きでも、サブリーダーでも同じ感じの以前と。ただまあ裏引きの場合、今までは、アビ1のね、ステータスアップがなかったんですけど、それが追加されたんでより強くなりましたよと、使いやすくなりましたよってことですね。はい、そして次、サーキバス、攻撃回数が多くなるようにして、アビさんの攻撃回数を減らしたと。つまりアビさんは前、実装前、今回の調整前と同じですと。で、今ですね、サキバスの攻撃回数見たんですけど、なんと34回。つまりですね、34回っていうと、ナメコいるじゃないですか。ナメコの攻撃速度が36なんで、それよりちょい遅いぐらいなんですよね。まあ、相当早いってことですよね。34。なんで、通常時でもかなり使いやすくなった。つまり、アビさんサキバスじゃなくても使いやすくなったんじゃないかなと、いった具合ですね。そして次、ロックマンをスキルのね、硬直をさらに短くしたと。スキルを再使用するまでの時間か。つまり少し短くだから、今までは、ロックバスター、ラッシュコイル、ドーン、ピピ、ピピ、ラッシュコイルって感じで2回あったんですよ、クールタイムが。それが1回に変わったってことかな。多分、ラッシュコイル、通常攻撃、ラッシュコイル、通常攻撃みたいな。ありますね、可能性は。それだったらマジ強いですね。ちょっと後で使ってみましょうか。はい、そしてチビブル。苦手なキャラいっぱいいましたね。魔法ポックル、ペンギン、ベビー。それがまあ相性の皮と。今死にづらくなりましたよと。巻き込みで死にづらくなったからね、前よりも使いやすいですよと言ってくれですね。そしてトレント、攻撃力情報で見てきたんですけど、41だったかな、サコフルで、ね、約40ぐらい攻撃力アップしましたと。まあそれによってどこまで変わるか分かりませんが、まあそれでもね、今まで最近いろんなキャラたちがね、ステータス増えてきて火力足りないって部分が結構あったんで、トレントが嬉しいですね。そして次、ベルトラ、召喚時の水流のダメージ情報。まあ、これ当たり前ですね。召喚時の水流弱かったですもんね。でも本当に、ここまででも、運営も、やばくないですか？だいぶ。バランス調整。全部的を射てるっていうか、的を得てるっていうか、なんだろう、間違ってない。調整して欲しかったとこをやってくれてるって感じですよね。はい、そしてですね、バルーンがチビフォアから受けるダメージが減少と。まあそうですね、フォワードラも。要は、チビフォアがバルフォワードラに対して重ね出しして倒しちゃったんですよ。それちょっとやりすぎだよ、ということで、チビフォアが思いっきり押し置きされましたね。アーチャーに弱くなり、バルフォワードラにも弱くなった。つまり、バルフォワードラは、全然チビフォアいけるよと。そして、デス。フォワードラから受けるダメージ増加する相性の緩和は結構減らされてたんでね。で、そして、ブラックドラゴンから受けるダメージが増加する相性の削除。これかなり良くないですか？ですね、最近やたら強いなと思ったんですけど、それがさらに、ね、使いやすくなったと。そしてエルフね、スキル発動率を情報修正する代わりに、ハンターレベル3のスキル発動率を大きくアップを消した。で、スキル発動率は、アビさんの時は、
調整の実施前よりも低くなってますと。なんで下方ですね、実際は。アビさん、アビエルフは下方、普通のエルフは使いやすいですよっていった性能にされてます。普通のエルフがね、スキルあんま打たなくて微妙だなみたいな時もあったんですけど、あのアビさんエルフが超強いみたいな。じゃあアビさんエルフがちょっとやりすぎてるから、アビさんエルフをちょっといじって少し発動率落として、代わりに、通常時強くしようといった具合ですね。これもいい調整だと思います。カエル剣士、こいつもね、あの同じですね、完全に同じエルフと同じで、スキル発動率アップを少しいじってると。ただエルフと違って大きくアップしを消すんではなく、少しアップに戻したと。はい。そしてカタパルト、大型キャラ一部ゲージキャラに対して与えるダメージが増加する相性を少し緩和。まあこれも当然ですね、カタパがちょっと強すぎた、環境的にも。カタパ環境はね、ひどかったんで、これをね、緩和してくれただけでも、もう十分、よく見てると思います、その部分。デビル、あられちゃんですね。のり巻きあられから受けるダメージが減少する相性を追加しました。で、ビートルも同じですね。まあこれも当然ですね。もともと得意。デビルとビートルは、あられちゃん得意だよって言ってるのに、殴り負けたりとか、してたんで、もう絶対に負けませんよと。このキャラを使えば。そしてさらにあられの、チャーホンによる吹き飛ばし効果が以下の条件に当てはまるキャラに対して発生しづらくなるよう調整しました。3コス以上、最大召喚数が3体以下。かつ、進撃タイプで打撃攻撃タイプには発動しづらいと。つまり3コスト以上で最大召喚数が3体以下なので、そうですね、3体。ゾネスとか、まあ、4コス以上は全部ね、3体以下なんでいいんですけど、3コスで言えば、ゾネスとか、あとはプリンセスとか、そこら辺のキャラたちがね、あとはチビフォアか、ここら辺のキャラたちに対して吹き飛び成功が、しづらくなったと。でさらに進撃タイプの打撃攻撃タイプ、打撃っていうと例えばなんだろうな、まあ、パンダとかベビーも打撃だと思うんですけど、あそこら辺はもともとね発生しづらいんで、よりしづらくなったのかな。魔導騎兵とかも打撃なんですかね。ちょっとこれはよくわかりませんね。打撃攻撃タイプって言われても何とも言えないんですけど。だって魔導騎兵ってさ、武器によっては打撃だし、武器によってはね、もうね、打撃じゃなくてさ、斬撃系だもんね。ちょっとここら辺よくわかんないね。詳細もともって感じなんですけど。運営の相性表にね、攻撃タイプ追加してほしいですね。相性表やキャラの一覧にね、打撃タイプ、攻撃、斬撃タイプみたいな。追加してほしいですね。はい。そして、パンダ。ネズミ剣士に恨まれなくなるように調整。当たり前です、これも。やっと来ましたね。もう本当に妥当ですね、これも。素晴らしい。恨まれてると結局倒しきれなかったりとかしたんですよ。倒すの時間かかったり。素晴らしい調整だと思います。そして、チビホは、さらに、顔。サイクロンで飛行状態になる時間がやや短くなるよう調整しました。今ですね、サイクロンで飛行状態になるのが、スキル発動してから、8秒間殴って、合計10秒、8秒後、2秒かけて、着地するんですよ。で、約10秒空中にいたんですよね。ただまあ攻撃してる時間は8秒なんですけど。はい。それを、やや短くするのは多分2秒ぐらい落ちるのかな、わかんないですけど、6秒かけて攻撃して、2秒かけて降りてくるとか、かもしれないですね。まあわかりませんが。はい。チビフォもね、かなり、脅されたんじゃないでしょうか。そしてカマキリ、これめっちゃやばそうですね。ひっつかみによる連れ去り効果が、3コスト以上の進撃タイプの打撃攻撃タイプを引っ張りづらくなった。まず3コス以上打撃タイプ、パンダも引っ張りづらいってことですよね。パンダ、ベビーも引っ張りづらいってことかな、多分。てかエルフは打撃でも斬撃でもなくね、突撃突撃するわけじゃないけどさ、まあ、弓ってなんか突属性って言わない？違うかな。そう、まあちょっとわかんないですけど、うん。そんな感じでね、調整しづら、成功しづらかったといった具合ですね、カマキリさん。どうなんだろう実際。属性書いてないですもんね、打撃とかなんとかとか。ねえ、わかりづらいですね。あ、でですね、ステータスも見るんですけど、トレント、ほら、攻撃力1554、44上がってますね、44。そして、サキワスが、34回。めちゃめちゃ早い。で、まあ、いろんなキャラが来て、あとはね、D0 とかアビリティも来ましたね。まずアビリティ、考える、まあ、攻撃力アップだけだったんで、うん、特に、アビーチはいいとして、アビさん必要あるのかなってちょっとわかんないですね。攻撃力大きくアップがどこまで変わるのか。まあ、こいつは安定のスキル発動率アップでした。そして D0 が、まずチビクロが、よいしょ、風船の攻撃力と残る時間が増す。今ね、15秒ぐらい残るんですけど、まあ、さらに増すと。面白そうですね。20秒ぐらい残るのかな。やばいっすよね、それ。ずっとフィード忍者みたいな感じですかね。そして、チビクロとですね、一緒に、もう1枠。ペンギン、どこ行った？ペンギン。あ、いた。ペンギンもですね、まあ、火力アップと。はい。さらにですね、ブルドラも来ました。
これ面白いんですよ。スキル11で召喚時の水流と攻撃時の水中水柱のダメージが増す。なるほど。まあスキル攻撃のダメージと召喚時の水流のダメージがさらに増すと、まあ、どこまでね増えたのか分かりませんが、はい、ちょっとね気になっているのはロックマンの、スキル時間クールタイムどれぐらい働けるようになったのかと、ブルドラのね、水流のダメージどれぐらい変わったのかね、ちょっと気になるんでね、今からちょっと検証してみようかなと思うんですが、他に気になるとこ、まあ、特にないな。だって今回の調整ね、発動率とか相性ばっかなんですよ。キャラの性能を変えたんじゃなくて発動率とか相性ばっかなんで、あとチビフォアか見てみたいのは、うん、そう発動率相性ばっかりなので見てみたいのといえば、まあチビフォアとね、ロックマンとチビフォアの対空時間ね、でブルドラの火力かなといった具合なんで、見ていこうと思います。ブルドラリーダーにして、あ、てか攻撃回数上がってるじゃないですかロックマンが。それによってリーダーでもちゃんとスキル打つのかな、そこも気になりますね。見ていきましょうか。ってことでせっかくなんでね、ユカリンに攻めてみよう。ユカリンどこ行った、あ、いた。ロックマン裏ブルドラにしたんでチビフォア引きたいですね。チビフォア、まあ、どこまで変わったのか、本当にどれぐらいなんだろうな。チビフォアを引きたい、チビフォアを引きたい。まあ引けなかったらね、あの裏ロックマンも見てみたいんで、うん、もう一回ねちょっくら攻めようかなと思いますが、引けなそうですね。まあまあいいでしょう。とりあえずねリーダーロックマンどうなのか、まあ、リーダーロックマンで攻撃通常攻撃1回で1回ハサミでスキル通常攻撃スキルっていう風に出るならば、もうその時点で裏ロックマンも同じことが起きるはずなんですよ。でそれがもし出なかったら裏ロックマンで同じことができたら、リーダーでロックマン使う意味なくないみたいな感じになると思うんですよね。さてブルドラ、まあそこでブルドラで1回回しましょうか。水流のダメージちょっと 上で確かめましょうか。よいしょ、じゃあ見ますね、引っ張ってから。あーチビフォアもしかしたら1秒ぐらいかもしれない。もう一回見たい。チビフォア見ましょうか。ちょっとお待ちくださいね。あー引っ張られないでお願い。あのチビフォア見たい。ロックはまだ出してないや。とりあえず一回こうね、こいつを倒してチビフォアに対して剣士一回置いて、ここら辺かな。スキルでチビフォア、うん、うん、出ないですねスキル。出た、1、2、3、4、5、6、7、1秒っすね、1秒短くなったら1秒っす。今まで8秒対空の2秒かけて降りたんですけど、それが7秒対空の、2秒かけて降りる感じなんで多分1秒ですね。じゃあ早速ね、チビフォアも見れたな1回で。ロックマン見ましょうか。はい、スキルからの通常スキル、おお来た、来ましたね硬直1回。うおー、ロックマンやっとお前輝くと来たか。飛んでいく、うわスキルめっちゃ打つじゃんロックマン。やっと来たかロックマンの時代が。時代は来ないかもしれないけど、さあ強いですね安定の。さあラッシュコイル、ラッシュコイル、ダンダン、ラッシュコイル、硬直がいいっすね。あ、やべ時間ねえや、攻めないと。まあ別にチョクラなんであんまり金もらえないんですけど。なるほどね、ブルドラの水流のダメージ確かにちょっと上がった感じしましたね。まあちょっとですけど、うわ足は強っ、あ強っ何それ。とりあえず見るからに変わったのはロックマンのスキルクールタイムと
チビフォアは1秒間、まあ、1秒でも結構違うと思うんですよね。要は攻撃回数1回分違うんですよ、チビフォアが。それだけでも結構変わるのかなって。であとはやっぱその苦手なキャラが増えた、一応、まあ、アーチャーに弱いってのと、あとなんかもう一個いましたよね、あ、バールフォワードだか。はい、といった具合でね、今回ねそこまでね調整する内容はありませんでしたが、今回ねバランス調整について、まあ、確認と検証していきました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、またよかったらぜひご視聴ください。ではお疲れ様です。